日本語のアクセントの分布逆集見論とは中央に古い現象が残存しており、その周辺により新しい現象が存在するような地理的な分布現象のことである。わかりやすい例としては、日本語の方言のアクセントが典型的であるとされており、かつての文化的中心地であった京都とその周辺部には、京半式アクセント及びその変種が分布し、それを取り巻くように、 東海地方、関東地方の西部及び中国地方に東京式アクセントが分布する。そのさらに周辺である関東地方の東部、東北地方の南部及び九州地方などには2形式アクセントや1形式アクセントが分布する。これは一見すると方言集権論の分布を示しているように思えるが、それぞれのアクセントを比較すると、京阪式が 最も古い時代のアクセントの様相を止め、東京式はより新しい様相を、無アクセントは最も単純化した様相を示しているとも考えられる。一方で、中央の京阪式アクセントと地方の無アクセントの接触によって、東京式アクセントが生まれたとする説もあり、これは逆襲権論に対立する考え方である。また、東北地方と山陰地方には、 いわゆるズーズー弁が離れて分布しており、これも逆周権であるとする意見があるが、その起源には何らかのベースとなる、基礎語が存在したとする説もある。このように、逆周権論の適用が、どの程度まで可能であるかは学者によって見方が異なる。ありがとうございます。